片町スクランブルナイト、最後は番組の名物コーナーです。金沢マラソンへの道。はい、今月もご登場いただいております。もうすっかりおなじみと思いますけれども、改めてご紹介していきましょう。あ、僕紹介するのね。はい、金沢マラソン推進課の課長安江和智さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして同じく金沢マラソン推進課の金子忍さん、忍び、よろしくお願いします。はい、さらにはもちろんこの方もです。マラソンチームチーム金行堂ボス宮谷隆之さんです。お待たせしました。はい、よろしくお願いします。お願いします。徳ちゃんもマイク持っとるね。持ってます。はい、あのヤジに集中しようと思ってすっかり忘れてました。はい、ありがとうございます。ということでね、あの徳ちゃんはちょっと密にならないようにスタジオを出て、はい、遠くから廊下から声をお届けします。ちゃちゃ入れてくれてますけれども、はい、もうね、無事に終了した金沢マラソン2022、こちらについて振り返り総括という形になります。はい、はい、よろしくお願いいたします。いやー、でもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。先月の10月30日でございましたけれども、金沢マラソン2022開催されまして、大いに盛り上がりましたね。はい、本当にあのランナーね、1万2000人の方が、はい、まあ、みんな笑顔で本当にキラキラ輝いて、秋空のね、本当に心地いい天気のもと、無事開催することができて、成功を利用することができました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。もう何よりこう当日青空がね、はい、わーっと広がって、そうですね、ランナーさん的にはね、特にちょっとこう早い方はちょっと気持ち、天気良すぎて暑いなんていうところもあったのかしら、宮谷さん。まあ、若干暑かったかなっていうふうには思いますね。まあ、あの足つってる方がかなり、まあ、あの私 の, しあの知ってるランナーもいましたし、まあ、救護の方でもなんか結構足つりで入ったっていうのも聞いてますから、まあ、足をつったっていう方が多いということはやっぱり少し暑かったのかなと。ただ時間帯によっては後ろの方って言ったら、ちょっと表現悪いですけども、あの逆に低体温症とかにはならなかったから、まあ、どっちかこっちかなの で, そうですね。でも雨降らずに綺麗に晴れたもとを走れたので良かったんじゃないかなというふうには思います。いや本当に。でもどうですか、もう1ヶ月弱経って、はい、率直な今の感想って課長いかがですか。まあ、あのやはりあのホッとしたホッとしたっていうことが一点と、やっぱり本当に、ランナーさんからいろんなあの大会方あの公式のフェイスブックに対するコメントとか、直接お手紙とかいただいて、あの川田さん最高でしたとか、ありがとうございましたっていう、来年も出ますっていう言葉を続々いただいているので、まあ今までの苦労が本当にあの吹っ飛んだって感じですね。ああですね。金子忍さん、シノピーはどうですか。はい、そうですね、率直な感想で。率直な感想、いや本当課長と同じでほっとしたというか、のが一番かなと思いますね。なるほどね。ね、北海道マラソンで金沢マラソンを PR されたり、したっけな。ね、だからこう今までにないアプローチだったりとか、いろんなことをね、こう多角的になさったんじゃないのかなっていうふうにも思います。そうですね。まあ今日片町のこちらお邪魔してますけど、新しい取り組みの金沢マラソンハイボールスタンドっていうのも、はいはいはい、まあ、おかげさまで大変盛況で、本当にだいたい1800人ぐらいの方がこの片町キララ前に来られて、でさらに30日の、ね、大会の日にはあの入場規制を行うほどの盛況ぶりでした。本当に初めてやった割には成功だったなって思ってますし、そこにいた方も大変こんな楽しいことをしてくれてありがとうっていう言葉を現場スタッフがいただいたと聞いてます。あ、はい、そうなんですね。あのシャトルバス、ランナーさんをこう、はい、走り終わったランナーさんたちを運ぶシャトルバスが、今年は片町がね、そうです、こう止まるっていうか、はい、片町で降りることができるバスもいたんですよね。はい、そうですね。そうだからちょうどね、あの僕も別の中継のスタッフとして行ってたんですけれども、競技場からそのまあ会社局に戻るときに、片町のスクランブルのところを通ったときにね、もう本当足を引きずる皆さんが片町の方向にですね、こうルイルイと歩いていくんですよ。そうですね。いやこれはでもあの心地いい疲れ、心地いい痛みとともにこれから楽しく過ごすんだろうなと思いながらね、素晴らしい。あ、コメントもたくさんいただいてます。ありがとうございます。デカさん、シノピーって
大人気です、シノピーさん。あ、大新さん、シノピー今日も可愛いぞっていただきます。ありがとうございます。デカさんお疲れ様でしたというのもいただいてますし、ね、うん、イルさんからはマラソン終わってからもう1ヶ月近く経ちましたねと、うん、あっという間でしたよね終わってから。あ、そしてあ、またデカさんありがとうございます。最近のマラソンは定員割れも起こしていると伺いましたが、金沢マラソンはすごいですねと、うん、本当そうですよね、本当大盛況で、うん、いや素晴らしかった。いや私も金沢マラソンハイボールいただいたんですけど、いや本当にま、ランナーの方に混じって飲んでたら、皆さんねこの感想をね、あそこがこうだったとか、うん、ここきつかったよなみたいなね話をしながら飲んでいる風景を見ると、あ、はい、マラソンっていいなとね、普段運動をしない私でもそう思うぐらいの皆さんの達成感が素晴らしかったです。共有共感したくなった。いやなりました。でその金沢マラソンハイボールガツンとちょっとアルコールが来るような、そんなきつい感じではないんですけど、だから走り切った後のあの味はもう素晴らしかったんじゃないかなとね思いましたね。ね、ちょっと片町キララ前の広場のビジョンを、ね、うん、大きなビジョンにも、ね、松井秀喜さん、うん、はじめ福士加代子さん、野口みずきさんのね、ランナーへのねぎらいメッセージもいただいて、はい、結構あれにも結構非常に来られた方が好評でした。うん、はい、そうですね。あとそうスタートからだって浜辺美波さん来ましたもの。そうですね。すごい。もう皆さんタイム度外視で浜辺美波さんをちょっと見てから行くっていう人もいたんじゃないのかなと。いや、そう通りです。でしょ。はい。うん、ね、特にセカンドやっぱりね、オーラが違うわ。違いました。あそこだけちょっと輝いとった。うん。うん、いやでもほら野口みずきさんも輝いとったし。福士加代子さんも輝いとったし、まあ、ちょっと違う輝き方でしたね。面白い、楽しかったですね。楽しかった。でもそう本当それぞれの取り組み方、楽しみ方っていうのが、ね、はい、ある中で、はい、ね、皆さんがやっぱりこう楽しかったって声を揃えて、はい、口を揃えておっしゃるっていうのは、はい、やっぱこう金沢マラソンならではなのかなっていう感じありますし、ね、まあ、今年は特にやっぱりランナーだけでなくてね、沿道にいる方も楽しむ金沢マラソンっていうのを少しちょっと力を入れてやってきたので、まあね、小島よしおさんもなんかもね、はい、本当にいい味出してくれて、いやあの人はすごいわ。見ましたけども、あとで6別に放映があったんですかね、うん、ですよね、うん、MRO のね、リアルタイムだけじゃなかったね、はいはい、うん、あれを見ましたけども、あれだけ喋ってもうパフォーマンスしながら42キロ走るっていうのはすごい体力だなと思って、できないわ。いや私偶然昨日イベント、別のイベントで一緒で小島よしおさんと話したんですけど、めちゃくちゃ金沢マラソン楽しかったと、あ、もうすっごいいい思い出になったってすごい喜んでらっしゃって、でなんか芸しながらマラソン大変じゃなかったですかって聞いたら、うん、いやもう普段から走りまくってるから平気でしたって、さすがやなと思って。ご本人もランナーで次に 3時間半を目指すとかっていうのを、ね、うん、記事からなんかで見ましたからね、走力はあってもあれだけ喋りながら走れるってすごいなと思って、なかなかきついですよね、うん、エネルギー的には60キロ分ぐらい使ってるような、はい、上にも飛んでるしね、本当ですね、感じかもしれないですね、本当にそうなんですね。ね、ということで、まあ、2022もですね、喋り尽くせばもう尽きないんですけれども、喋、はい、り出したら尽きないんですけれども、そうだ、今日、まずここで一つお知らせ、はい、このコーナーでプレゼントがございます、はい、プレゼントがありますので、最後までお忘れなくお聞きいただきたい、ご覧いただきたいなっていうのがまず一つ、そして何といってもですね、来年の話、はい、まだ早い？いやもう準備してますので。ですか、はい、もう今力強く、ね、はい、来年の準備が始まっていると、はい、そして今課長大写しになってますけども、シノピーの方ではこちらババン、はい、手書きでよろしく KM2023、はい、です、ね、もう来年です、もうほっとしてられないんですか、はいはい、もう終わった瞬間からもうっていうか、もう始まる前から実はもう、うん、私たち、準備始めてます。もう2022のね、はい、大会直前
ぐらいからもうすでに始めてますので、そうですか、はい、じゃあちょっとあの最後ね、あの来年の2023のサプライズの触りだけでもちょっとここでですね、うん、はい、お話しいただければなと。それは早いやん。まだ早い。早い。いやでも今年だって松井秀喜のメッセージがあり、浜辺美波のサプライズ登場がありってなったら、うんうん、来年はちょっとやそっとじゃ驚かないですよ。ですね。ですよね。さあどうだ。困ってます。最後に、最後に、最後に、はい、プレゼントと一緒にね、はい、なんかあるかもしれないし。そうですね。いやでもそんな感じでね、本当にこう来年はどうなんだろうって早くも気になってる方たくさんいると思うので。はいはい、まあ、あの今の時点でお話しできること、まだ本当にね、こうもやもやもやっとしてるかもしれないんですけれども、はいはい、どういった感じになりそうなのかというところ、ちょっと伺っていいですか。はい、じゃあ、まずはやっぱり今、この昨年、今年とね、コロナの中での大会でしたので、うん、来年はまずはコロナ前に戻すってことをまず基本にしてやっていきたいと思ってます。はい、定員は、まあね、1万3000人っていうコロナ前の数字がありましたんで、うん、そこを目標にしますし、あとは海外の方ですね、はい、海外の方をやっぱりまた呼び込んで、ね、川沢マラソン、またあのいろんな方が参加して楽しんで、ね、世界に発信するまた、うん、KM ですね、うんうんうん、これをやっていきたいと思ってます。オンラインではね、海外の方も参加されてるなんていうのは、はいはい、あったって言いますもんね、はい、やっぱり皆さん心待ちにされてるんでしょう ね、はい、そうですね。逆にすでに日本人は海外マラソン走ってますからね。お、私の知り合いでもニューヨークとか、あとはどこやったかな、なんかあのアメリカのマラソン走りに行ってますし、うんうんうん、ホノルルマラソンもね、そうですね、ホノルルはまあなんかもう去年も結構普通に走ってましたし、うん、だからあの逆もそろそろ、うんうんうん、始めていかないと、うん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 、いや今来年のお話していただいてますけど、コメントでもちょっと来年についていただいてます、はい、デカさん、人事異動は大丈夫ですか、栄転とか。お二人大丈夫ですかね。移動は大丈夫か。分からない、ありがとうございます。こればっかりは私は本当に分かりません。分からない、ね、はい、まあ、でももし仮に移動になった暁にも、その後任の方、推進課の ね、そうですね、バトンを託す方は、よりこう課長以上の熱量で、きっとバトンを持ってくれるんでしょうね。いや本当にあのそういう人が来て、またここでね、うん、またあの話をしてくれると信じてますですか、はい、まあ、でも多分課長がまたずっといるとは思いますけど、まあ、もし万が一そんなことになったら自分で走ってもらえばいいんですよ。ああ、元金沢マラソン課長ってタスキかなんかして OB でね、OB で、それはちょっと OB はもう漏れなく全員動員、あ、動員になってしまうか、スタッフとして動員になるか、申し込まれてもあの落選、ね、そうですね、忖度なしで、そこは忖度なし、ネームゼッケン元課長とかないんですね。ないな、全く大事にしてくれませんから。そうなんです。まあ、落選は、あ、落選じゃない、あのないでしょう、移動はね、はい、うん、ないと思います、はい、多分、そうで、じゃあその、まあ、元に戻すというのがまず1点ありました、はい、あとは今の時点では何かおぼろげながら見えてくるところ、そうですね、まあ今のところまだここまでぐらいですけども、うん、まあ、当然、まあ、本当にね、今年来ていただいた野口さん、福士さん、はい、松本さん、まあ、さっきの小島よしおさんなんかもね、うんうん、また終わった直後から金沢マラソンまた出たいっておっしゃっていただいていまして、これからゲストをね、まあ、その方以上の方も含めてこれから人生入ってですね、はい、より楽しい魅力ある金沢マラソンを目指していきたいと思ってます、はい、あのランナー目線、ボランティア目線で宮谷さんから何か要望というか、こうなったらいいな、こうしてほしいなっていうのってあったりしますか。ランナー目線っていうか、まあ、ランナー目線、例えば私もそんなに都市型マラソンあっちこっち行ってませんけども、うん、まあ、大きなところだったら東京マラソンとか大阪マラソンとかってありますけども、まあ、東京マラソンは例えばスポンサーだとかそういったの数だとか金額面でもそうですから、まあ、ちょっと飛び抜けてると思いますけども、うん、金沢マラソンはやっぱりその他の都市型マラソンに引けを取らないというか、それ以上の大会になっているというふうには
思います、うん、で今会長からお話しあったように野口みずきさんとか有名なゲストランナーも来られてますし、もうテレビ先ほどテレビ見ましたけど野口みずきさんとか福士加代子さんなんていうのは本当にアスリートかと思うぐらいの騒ぎようで、ね、本当になんか楽しんで金沢マラソンました、ね、そうっていうのを見えたので、これは本当に楽しんで走られてるんだなっていう、参加されてるんだなというふうには思いました。だからそういう大会というのは他にはあるかないか分かりませんけども、うん、少ないと思いますので、それがまた金沢マラソンの魅力につながってるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これはどこでも一緒ですけども、やっぱりボランティアの皆さんがしっかりと沿道をサポートしていただいているというのがまず第一だなというふうには思います。うん、片町ハイボールやマラソンハイボールの杯数を倍にしたいとか、はい、そういう野望があるのかなっていやいやフレーバーをもっと増やしたいとかね。いやいいですね。徳ちゃんが反応してる。いやもう私はあの時点では何でもよかったら早飲ませっていう感じでした。できればちょっと濃いめって言いたかったんですけど、ツーフィンガーでお願いみたいな。はいはい、まあ、ランナーも皆さんゴールに急ぐのと、ハイボールに急ぐのとは似たようなもんだったと思いますよ。本当に分かります。私は片町で降りて、うん、皆さんを、ハイボールこちらですって案内しましたから。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ペースランナーとして支え、はい、坂本直子さんなんかと一緒に走り、はい、そして片町戻ってくれば、はい、皆さんご案内、ガイドもして、でその後仕事もし、うん、残念ながらちょっと知らなかった方もいらっしゃったので、やっぱ、ね、いやハイボールの件は入ってますから、はい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 、そこまでお伝えしました。はいはい、ありがとうございます。大活躍。あ、コメントいただいています。ケイスケさん、安江さん、しのぶ、下腹型一周駅伝お疲れ様と。ケイちゃんから来てます。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、いろいろ大変忙しい、はい、だってね、しのぴーは金沢マラソンの前で北海道を走って、はい、金沢マラソンはもう裏方でもう大活躍をされ、はい、その後富山走って、で、都内の三拠村、はい、走って先週の日曜日か、ね、で、はい、さらに昨日、はい、花粉型一周駅伝、はい、どんだけ走っとるんですか。すごい。いや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 、うん、そんなのもう私なんてもうそんなもう全然大したことないですよ。いや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 、あるある、自分やっぱでもそこまで走ってないやろ多分。そこ周りでこれだけ走ってると課長もちょっと触発されるんじゃないですか。そうなんですよね、うん、で昨日一緒にチームで、はい、チーム KM2023 っていうチーム名で顔型一周駅伝競争大会を走ってきました。たすきでこのたすきは野口さん、福士さんがつないだたすきです。大会統一で、はい、なるほどなるほど、そうだそうだそうだ。でこれをじゃあ河北型一周駅伝でたすきをつなぎ、はい、でまたこう結束絆を深め強め、そうですね、で2023を PR してきたという。やっぱ声かけられたでしょ、いっぱい。いや、なかったです。え、そうでしょ。どうしたのかな。かけたくないよ皆さん。なんか苦情めいたことを言われたみたいな、なんか当たらんかったみたいなことを言われたって。あ、本当に。そうか、まあ、金沢マラソン抽選で人気も高いですからね。私もダメでした。うん、オンラインのあれあるじゃないですか、うん、あれもあって、忖度なしかみたいな感じ。ないでしょう。そりゃないでしょうよ。ね、食の特産品ですよね。なかったですか。ご丁寧に一通の、お手紙いただきました。落選しましたと。はい、お祈りメッセージとともに、今後のご活躍ご健勝とご健康をお祈りしますというメッセージとともにね。そっか、でも、まあ、枠がね、来年1万3000増えてってなれば、はい、まあ、当選の確率も上がるかもしれないし、そうですね、うん、はい、ただ人気もまた上がるかもしれない。そうですよ ね、その分上がるかもしれませんけど、うん、ぜひね、皆さん出走向けて頑張って、欲しいなと思います。はい、ね、徳ちゃんも走りましょうってメッセージも来てるよ。まあ、ちょっと体と相談して考えます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、プレゼントのお知らせ忘れちゃいけません、はい、プレゼントのお知らせがございますということで、はい、なんと金沢マラソンの
マフラータオルを10名の方に、はい、これかっこいい、欲しい、まあ、あの一応片浜商店街さんに私たちがお上げしたものを今回、はい、こうやってね、あの抽選でっていうご提供いただいて、はいはいですね、片浜市からお送りします、はい、ありがとうございます、はい、でさらに一応こちら金沢マラソンハイボール、コースターですね、はい、コースターの方をこれをまた、はい、50枚セットです。します。50枚セットで。50枚セットで。50枚セットで。セットで。50枚セットです。わわわ。で、あのどちらが当たるかはもうあの お楽しみそうですね。いう形で、はい、こっちが欲しい、あっちが欲しいっていう形で。大宴会できますね。はい、あの忘年会のね、例えばコースターなんかで配ったり。これ可愛いな。ですよね。ハイボールは自分で作ってください。ついてこない。はい、ということで、はい、ね、このマフラータオル、そしてコースター、このプレゼントがございます。もう結構な人数になりますけれども、で、応募方法をちょっとご紹介しようと思います。まず、片町商店街の公式ツイッターをフォローしてください。片町商店街の公式ツイッターをフォローです。はい、そして、今回のこのプレゼント告知をツイートでツイートしますので、そのツイートをリツイートしてください、はい、フォロー&リツイート、ね、フォロー&リツイート、あと、さらにですね、片町商店街の YouTube チャンネルのチャンネル登録、うん、これもお願いします、お願いします、ということで、この以上3点フォロー、リツイート、チャンネル登録、この3点をしていただきますとエントリー完了となります。あ、はい、で、プレゼントの応募は今日から12月の8日木曜日まで、12月の8日木曜日までとさせていただきます。まあ、アーカイブとか YouTube でご覧の方もいると思いますのでね、うん、2週間ほど猶予設けますけれども、で、厳正なる抽選をいたしまして、当選者、当選発送をもって発表に変えさせていただきます、はい、ということで、はい、たくさんのコメントでも、あ、ちょっと反響来てますよ。イルさん、おお、デカさん、50枚セットわらわら。50枚か。使い放題。はい、いうことでございますので、はい、ぜひね、メッセージ、そしてフォロー、リツイート、チャンネル登録していただきますようによろしくお願いします。じゃあ最後にですね、それぞれにメッセージを、伺おうかなというふうに思うんですけれども、誰から、宮谷さんからいきますか、ここは。はい。はい、まあ、もう2023の話を、まあ、あの安井課長も話されてましたけども、ランナーとしても、はい、もう始まっている、見えます、はい、見えます、 KM2023 あと11ヶ月、ぼーっとしてる間なし、わお、走り出そう、さすが、休んでる間ないよ、さすが、ぼーっとしてる間なし、そうです、そうです、ありがとうございます。加藤さんもあの小島よしおさん並みに走りながら喋れるように、はい、実況しながら走るみたいな、ね、そうです、頑張らなきゃな、そう、ぼーっとしてる間なしです、はい、ね、じゃあ、次しのぴ金子さんいきましょう、どん、はい、ありがとう、ゲーム2022、ランナーの皆さん、ボランティアの皆さん、応援してくれた皆さん、交通規制でご迷惑をかけた皆さん、協賛いただいた企業の皆さん、ありがとう、ありがとうございました。ゲーム2023もよろしく、明日の方に書いてある、よろしくお願いします、ありがとうございました。そして安井課長お願いします、はい、ですね、こうしてもいいかな、お、はい、まあ、大会に関わったすべての皆様に感謝ということです、まあ、ボランティアさん、医療救護の方々、そしてランナーさん、そして、まあ、あの言葉を借りて何より、頑張った私の部下、うん、本当によくやってくれました、はい、また今2020に向かってまた頑張っていきますので、来年もぜひ楽しみにしてほしいなと思っています。うん、もう今多分ね、部下の皆さんは号泣してるね。うん、ねぎらいの言葉なかなかね、こう直接かけることも少なかったんじゃないかなと思いますけども、ほら、いるいる横に。ピーさんが泣いてる。泣いてる泣いてるということで、はい、いやでもね、楽しく。もう一人。お、もう一人。ああ、はいはいはい、はい、はい。宣言したい。ぜひぜひ。お、何何。お。はい。あ、もう一人いた。はい。堀田さん。
的な目標なんですけど、はい、マイク、マイク使って、マイク、マイク使って、はい、個人的な目標、来年、2023は、はい、まず抽選を受からなきゃダメなんですけども受かって、宮谷さんと一緒にゴールするっていうのが目標に頑張りたいと思います。宣言しましたね、はい、永久保存版です、はい、頑張ります。はい、なんでお願いしますまず抽選の方が最大の難関なんで、はい、すでにあの練習し始めてます、はい、素晴らしい、はい、始まっている、はい、よろしくお願いします。もう始まっている、はい、そうですね、ね、はい、はい、ということで金沢マラソン2022大反省会、ね、金沢マラソンへの道をお送りしました、はい、この時間 は、金沢マラソン推進課の課長安江和智さん、はい、同じく金沢マラソン推進課の金子忍さん、はい、マラソンチームチーム金光堂の代表宮谷孝之さんにお越しいただきました。はい、ということで金沢マラソン2023でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。